龍岡城五稜郭ってところにね、来てみました。五稜郭っていうのがどうやら日本にね2箇所しかないらしいんですね。でそのうちの一つらしいですね。昔あった、まあお城の跡ですね。で今は一部だけ残ってるということで、ちょっと見ていきたいと思います。五稜郭っていうのがこの五角形の形のことなのかな。ちょっと詳しくはわからないんだけど、その中にお城があったのかな。であそこにね、出会館っていう、まあ、龍岡城のね、資料館みたいな場所がそこにありまして、入館無料で自由に見ることができますね。だから五角形でこんな感じでね、堀になってるってことですね。ちょっととりあえず中に行ってみましょうか。車の乗り入り禁止。ちょっと五稜郭、まあちょっと全然ね詳しくわからないんですけども、日本赤十字社を作り育てた人、日本赤十字社、まあ、桜がね綺麗らしいんですよね、ここ春になるといいんじゃないでしょうか。桜咲いてればね、その辺も全部桜だもんね。でこの五角形の中は今ね小学校建ってますね。小学校もう目の前グラウンドで、殿様と、なんて読むんでしょうか ちょっとわからない。小学校ですね。これもあれなの？お城の関係のものでしょうか。これは神社だよね、きっとね。あれ？これあれかな？カメラ手ぶれ入ってるか、これ。なんかいつもより揺れてる気がするんだけど、手ぶれオンになってるかや。ああ、トイレか。なんかね、お城の台所なんとかっていう、なんかそんな感じの名前の その場所がね、残ってるらしいんですけども、これ行っていいの？これ。もろ小学校のグラウンドなんですけども、行っていいのかな？
ょうどその目の前の建物がそれらしいんですけどもね、なんか確か中を見学するには申し込みが必要らしいんですね。確かね、そんなことが書いてあった気もしますけども、田口小学校ですね。田口と聞くと嫌な思い出が蘇ってきますけども、この先ずっと山の方行くとね、田口峠っていうね峠があるんですけども、まあ狭かった、二度と行きたくないな。これだね、まあ中には入れないということで。ご案内、ああやっぱ連絡を必要なんですね。もうすぐ目の前小学校なんだけど、入ってきていいんかこれ。でそっちにね、なんとか記念館なんだっけな、なんか芸術の中の人の記念館かあるみたいですけど、プールか。小学校のプール。様子はないですけど、あ、時計があるな。なかなか年季の入った時計がありますね。動いてません。動いてんのかな、動いてねえよな。うん、ここは駐車場になってんのかな。はい、こんな感じですね。意外と大きいですね。まあそのさっきの五角形自体ね、もうちょい、大きいねもの想像してたんですけども、意外とちっちゃくて、まあ五角形の中にあるのは、まあ、小学校ぐらいですね。もうちょい山の中にあると思ってたけど。はい、こんな感じですね。以上になります。